Let's get started. 萌え子チャンネル。はい、萌え子チャンネル。本日のゲストはピースの角度は自分向き、Dのんちです。はい、続いて私、レッドを見るならアプリかな、萌え子です。おい、よろしく。はい。サプリかな。はい。はい。本日は、はい、4分間のマリーコールド。はい、お久しぶりですね、はい、初回以来やってないのかな。そっか、うん、動画ではやってないかなっていう。まああれだね、4分間のマリーゴールドは、うん、七尾さんの、はい、ナチュラルメイクが、ね、見られるという。ナチュラルメイクなかなかないもんね。なんかまあでも本当ないですよね。 あとその役設定のイメージもなかったですね、あとみんな背でかいね。ああ出てる人は岸本さんどのぐらいなんでしょうね。ね、でかいね。あんなでかくてかっこよくてさ、うん、でかい人ってさ変に声がさ、うん、太いみたいなあるじゃん。イメージが、あ、実際か。実際さ、うんうん、でも岸本はそんなじゃないもんね。あ、優しい声とか、うん、まあ想像通りの声だよね、うん、見た目通りの。うん、で、あの今回はなかなかあれですよ。はい、メインは、うん、あの手のひらでさ、うん、あの見えてたじゃん、ね、うん、それがとうとうほら、うん、見れなくなっちゃった、うんうん、ねえっていう感じで終わりました、ね、はい、今回は、はい、だからあの話したい点についてはさ、うん、その特殊能力がなくなったことありますか、うん、っていう話を、持ってたことがあるかどうかってところだよね。持ってないの。はあ、私 D の特殊能力知ってるわ、うん、そういえば、うん、知ってた、うん、うんうん、それなくなったらどうする。ああ、僕はいつもね、あ、でもあったあったあった、ごめん、あったあった。僕はね、いつもね、うん、その自分の特殊能力がなくなった時に困るじゃん、うん、だからなくなる前に、なんていうんだろう、練習とかで技術力を上げていこうとしてる、うんうん、その想定をするの、うん、そうそうそう、なんていうの、いつかそんな特殊な能力はなくなるなと思って思ってるんだ、うん、まあラッキーなことにずっと行く人もいるだろうけど、うんうん、大体の人結構なくなってるよね、途中で。そうだね、うん、12歳ぐらいがはなんかよく境目って聞かない、うん、そうなの。霊感とかさ、うん、例えば、やだ、なんかそれかわいそう。あとこう、うん、思ってたことが現実になるとかさ、うん、なんか結構そういう系でしょ、うん、今あったでしょ、うん、今もなの、うん、それ俺全然あの子供の頃からあるって言ってたじゃん。亡くなったものない、うん、今のところ。すごい。あ、じゃあラッキーパターンだね、うんうん、でもなんか常にちょっとビビってる、うんうん、なんかでもデジャブっぽいのって結構あるけど、うん、あれは関係あるのかな、うん、なんかデジャブはなんかそういうの本とか読んでるとなんかその神経と神経がぶつかるところがあるらしくて、そこでキュッて戻っていくからデジャブに感じるっていうのも一個あるみたい。普通その科学的な感じ点からいくと、うん、ちょっと前に見たのを見たっていうふうになるっていうのはある。これさ、言っちゃダメなの、特殊能力的なやつってどういうこと？なくなっちゃったりするの？それはないよね。どういうこと？こう電波ってこう通して言うと、うん、それ消えちゃうとかないよね、別に。もうでもそういう人もいるんじゃないのだってもう何がきっかけか分からず、うん、でも私結構 MC とかでもそれ言ったことあると思うことで、うん、あのが割と見たい夢を見れるっていう、うん、それすごいいいよね、うん、これはでもずっと続いてるかな。いいけど、うん、妄想して起きてるだけなのかな、実は。いいけどさ、うん、なんか役に立たなくない。そうなんだよ、ね、能力というほどではないよ、ね、だけど、うん、割とそれが現実になったりするんだよね、うん、ああ、それは面白いね。だからデジャブっぽい感じになる。正夢みたいなのが多いかもしれない。ああ、じゃあでもそれ怖いっていうのもあるね、うん、だからなんかやる前に想定をすごいする人なんだ、うんうんうん、みんなそうかもしれないけど、うんうん、でもなんかこうなった時こうしようとか、はい、回避とかもそうだし、はい、から役に立つ時もあるよね。うん。副視聴者さんはさ、その今回さ、うん、手のひらに見えなくなったことはさ、うん、
どういう感情だったかわかんないのよ、なんか。そうか。まあそれは来そうだよね、次の話であるんだろうけど、うん、やったなくなったなのか、うん、あれじゃあやばいよなのか ね、どっちなのか、うんうん、前回すごいよくてさ、うん、お母さんがさ、あの私の年齢は、うん、そのあ死ぬ時いつか やってごらんって言って、うん、でその前に私自殺するからそれはもう違うでしょっていう風にするからとか言って、うん、すごくなその感動シーンだった、うんうん、そのあなたの能力それ合ってないわよっていう風にするには私がすごいよね、そんなでもそれがさ、うん、あこうやったらさお母さん1分後ですとかなってたもうどうしようもない、ね、間に合わないみたいな、ね、間に合わない下髪切るみたい、間に合わないでもみたいな、そしたら生きるように頑張るんだろう、うん、そうだよね、うん、まあでもそんなこと言われたら重いよね、逆にしてたら、いや身内の人は見ないようにしてるんだとか、ね、あんな見といて、あんなに見といてまあそんな感じですかね、はい、ね、特殊能力、皆さん、うん、亡くなった時どうするのって感じね、よかったコメントお待ちしてます、はい、はい、ところで本日のゲストはティノチでした、また明日、またね。